トリップアドバイザーはユーザー生成コンテンツと価格比較サイトのウェブサイトとモバイルアプリを運営するアメリカのオンライン旅行代理店である。また、交通機関、宿泊施設、旅行体験、レストランのオンラインホテル予約、予約も行っている。本社はマサチューセッツ州ニーダムにある。旅行口コミサイトとしては世界最大の閲覧数を持つ。トリップデバイザー、インクは 2000年2月1日、ステファン・カウファーやラングレース・タイナートを中心に設立されたソフトウェア開発会社に勤務していたカウファーは1998年の夏以降旅行代理店の営業、宣伝によるバイアスのない旅行者の生の声を提供する企業を作れないかと考え2000年に会社を設立当初はブロガーのコメントの集約が中心であったが 2001年後半、旅行者自らが口コミを投稿できるプラットフォームの提供を開始した。設立当初の会社は資金不足に悩まされ、予約サイトへのリンクオフスクリック課金制を導入したものの収支は好転しなかったため、まず、ヤフーと接触したが金銭面で折り合わず、交渉は長期化した。その後、カウファーは、 トリップアドバイザーを高く評価したオンライン旅行会社のエクスペリアと接触。エクスペリアは親会社の IAC、インターアクティビコープに買収を進言したため、2004年4月、IAC はトリップアドバイザーを買収した。2005年8月にエクスペリアが IAC から独立したことを契機に、トリップアドバイザーはエクスペリアのグループ企業となったが、2011年12月に エクスペリアから独立した。旅行口コミサイトとして知られてきたが、独立後はメタサーチとしての検索機能も強化されている。2014年8月、サンフランシスコに拠点を置く現地ツアー、アクティビティプロバイダーのウィートアの買収を完了した。2014年から施行した宿泊予約サービス、インスタントブッキングは期待された収益に結びつかず、株価の低落を招いたが、 2018年11月にウェブサイトを刷新、ソーシャルネットワーキングサービスとの連携機能であるトラベルフィード機能やリスト作成機能が追加された。近年は売上げの減少が続くホテル関連部門に変えてアクティビティや飲食関連部門の売上強化による業績の改善を図っており、2015年に8割以上を占めていたホテル関連部門の売上げは 2019年に6割未満となり、アクティビティや飲食関連部門が売上の3割以上に成長している。現在、トリップデバイザー、インクはトリップアドバイザーのウェブサイトおよびアプリを運営する、ほか、24の旅行ウェブサイトを運営している。トリップアドバイザーは旅行者と旅行に関する契約や取引自体を行うことはないが、クリック課金や広告収入により、 利益を得るビジネスモデルを採用している。トリップアドバイザーの主要株主は、アメリカの大手メディアグループリバティメディアの関連持ち株、会社であるリバティトリップアドバイザーホールディングスであり23%を所有、議決権ベースでは58%を所有している。2017年7月以降、米市。 ミルウォーキー・ジャーナル・センティネルの調査報道を起点に、ホテルでの性暴力の問題などを告発する投稿が、一方的に削除されているとする報道がなされた。同種の削除問題が続発したことを受け、トリップ・アドバイザーは、警告文の表示で対応する方針を発表している。アメリカをはじめとして、世界48カ国28個と語でサービスを展開する。2013年3月に、 掲載の口コミ情報数が1億件を、2014年12月に2億件を、2017年4月に5億件を、突破した。日本法人であるトリップアドバイザー株式会社は2008年に開設、東京にオフィスを持つ、観光庁や地方自治体と連携し、法日外国人旅行の推進にも協力している。2018年1月、日本観光振興協会と、 日本国内の観光振興活性化を目的とする連携協定を締結した。2008年10月、日本語対応ウェブサイトとして tripadvisor.jp が開設された。日本語による口コミを優先表示するデフォルト仕様となっている。なお、料金情報は各予約サイトの一般的な料金が対象であり、各サイトにおける 会員限定割引などは対象外である。2011年以降、口コミで継続して高評価を得た施設に対してエクセレンス認証と呼ばれるアワードを毎年行っている。口コミ投稿、写真投稿、価格比較が可能。宿泊したい、目的地、日付を入力して検索し、条件を示すと予約可能な情報を表示する。 多くのホテルで公式サイト上の料金を表示するほか、宿泊予約サイトの料金を合わせて表示する。なお、トリップアドバイザーの各言語版中、日本版は唯一、民泊への対応が見送られている。航空会社に対する口コミ投稿、価格比較が可能。出発地と目的地の空港名を入力して検索し、条件を示すと予約可能な情報を表示する。 検索時に往復券、片道券、周遊券の選択が可能である。また、直行便に加えて、乗り継ぎ便の表示もなされる。各航空会社による料金と、旅行予約サイトによる料金とを合わせて表示する。レストラン、観光名所に関しても、口コミ投稿、写真投稿が可能となっている。また、一部のレストラン、観光施設などに関しては、予約サイトへのリンクが付き、 リンク先でレストランや現地アクティビティの予約が可能な仕様となっている。特集ページではトリップアドバイザーの口コミに基づく独自のランキングや統計データなど旅行に関する隠しトピックが定期的に発信されている。日本の航空会社では日本航空と全日本空輸がトリップアドバイザーへの日本語による口コミ投稿によりマイルが貯まるサービスを行っていたが 2020年5月1日をもって終了となった。参加登録の上で投稿するとマイルが貯まる。そのため、マイル稼ぎ目的の不正投稿の温床となっている。なお、JAL と ANA の重複登録は不可となっている。ありがとうございます。